というわけで3冊目なんですけどもね、久々に8分ぐらいでちゃんと終わりましたね、もう今日もですねオープニングは25分ぐらい喋りましたからね、もうこのレビューだけで20分ですから、もう今日はニュースないですねきっと、本当ね、そうですよ、なんでも時間なんかどうだっていいんですけどね、なんだったら時だって止めてみせるぐらいの勢いでやってみせますけども、今日の3冊目はですね来ました、もう俺の師匠千冊、この人は髪はあったけどもやっぱ神経質だったんだろうな、ちょっと胃が弱かったらしいね、ずっとね、ね、胃が弱くてお腹痛いってずっと言ったらしいですけどね、そんな胃が痛い仲間というわけで今日の3冊目は夏目漱石で三四郎ですね、でこの三四郎の頭に姿ってつけちゃうと黒澤明の映画になっちゃうけどね、本当あのね、もう黒澤明の姿三四郎ってのは名画だって言われたにもかかわらず、なんだっけ、国立のフィルムセンターみたいなところに預けたら焼けちゃってね、フィルムが、うん、完全な形で見れないんだ俺たちは、もうだからもう怒られたんだから、その管理のずさんさ、うん、世界の黒澤のフィルムが一部消失するなんてなんたることだバカ野郎ってこうね、今度3人で黒澤明の映画1本ずつ見てくっていいですね、だからあれだよ、蜘蛛の巣城とか見た日にはこっちさんがもしかしたら城の入りで出てきたりとかしてね、本当もだから影武者とか見た日にはウーちゃんがピーターに影響されてこう本当にいきなり踊り出したりとかしてこうあいやーとかって言って何があったんだってこうね、というわけでそんな感じの本ではないんですね、三四郎ってのはね、でまあこの夏目漱石の三四郎という本はですね、まあ田舎から、福岡の田舎からですね、それこそ小川三四郎っていう男の子がやってくるんですよ、都会に、でその都会でやってきた先で峰子さんっていう女の人を好きになってっていう、まあそういうお話なんですよ、でまあ峰子さんに相方がもう最初からもう綺麗なんだ、本当三四郎くんがさ、なんかこう池のそば歩いてるとさ、傘さした峰子さんが向こうからやってきてさ、目が合うわけよ本当に、ではっなんて思うわけで、その峰子さんに会う前にさ電車でまあやってくるわけよね、その一緒に電車に乗り合わせた女の人とさ名古屋で一泊するんだよ三四郎くんが、で一泊して同じ部屋に泊まることになるわけ、でも三四郎くんウブだからその女の人に手出さないんだよ、そしたらその次の日にさその女の人にさ、あなたって奥手な方ねって言われるわけで、こう女ってって思うわけ三四郎くんね、で都会にやってきてまた峰子さんと目合った時にさ三四郎くんがさ矛盾だって思うわけですよ、でなぜ矛盾かってことは書かれないわけね、矛盾だってことを感じるわけで、まあ大学に入っていくとさ三四郎くんがこういろんな人と知り合うわけよ、その田舎の親戚の知り合いの野々宮さんって男の人と知り合ったりとか、あと与次郎っていうね、もうこの本の中で唯一活動的な人物だって唐谷浩二って人は批評で書いてたけどもさ、解説でもう三四郎に金貸してくれとかって言ったりとか、競馬ですっちまってさってこう言ったりする男とかいるわけで、そんな中で峰子さんにまた再会していくわけですよ、でまたこう峰子さんとこうさ関係が発展していくんだけど、やっぱその奥手な方ねって言われた男の人だからさ、なかなかこうさうぶなことやるわけよ、好きだってはっきり言えないわけね、でもどかしいこといろいろやるんだ本当に、読んでるとさわかるじゃん本当、二人っきりになってもさあどうぞとかそんぐらいしか言えないんだよ本当に、そりゃそうですよ、好きな子ってそうなんだよ、世間で付き合ってる連中見てるとね、だいたいこう自分の本命の子じゃなくてちょっとブスだけど性格がいいから手出しとくかって言って付き合って結婚しちゃって、それ60になってこんな人生じゃなかったのにって言ってるパターンばっかですからね本当に、だからこう三四郎くん見てるとうんうんって思うわけで、もさ今言ってるとすごく読み込めたみたいな風に言ってるけど、全く描写拾えなくて、俺こういう大まかなあらすじ以外この三四郎って本は何やってるか全然どういう話か分かってないんですよ実は言うと、だって文語体と口語体だと思うんだけど、やっぱ千冊だから真面目なんだな、やっぱりかっちり書くからこっちもかっちり読むからよくわかんないんだけどさ、でもさ一つ感じたのがさ、
三四郎くんって最初その東京に出てきた時はさ、あ、路面電車だ、あ、これが都会の女かってこうなってたわけ。それがさ、やっぱ都会の生活していくうちにさ、峰子さんと一緒に道歩いててもさ、あ、その道の先はあそこに繋がってますよって言うわけ。俺ここに結構感動したんですよ、実は言うと。だからその恋愛さえも、恋愛さえもって言い方よくないかもしれないけど、恋愛もこの生活の延長とか一部として描いてるような印象があるわけで、そうなるとさ、僕だってバイトして、ああどうしようって言ってる中、カトパンちゃん好きだって言ってるわけですよね。すごく身近なんですよ、その感じ方として。で最初は路面電車もあーあーって言ったのが普通にスッて乗って、あっちに、最初駅かどこか分かんないって言ったのがさ、普通に行き来するこの三四郎くんの姿、これって古典ではあるけどさ、もうこれ読んだきゃいいやって話になりますよね。要は青春戦、青春みたい、青春小説とか、まあ教養小説の、まあ、原型だって言われてるらしいけど、日本の小説の中の。まあさ、何でしたっけ、吉田秀一だが書いたさ、坂谷世之助とかって、なんかこの間吉高由里子が出たなんか映画あったでしょ、なんだっけあれ、横道田崎作る、なんだかよくわかんないけど、そんな話と要は一緒なわけですよね、図式としては。でくだらないことやってんだ吉田秀一は、読んでないけど、あのね、まあ、いずれ読みますけどね、吉田秀一さんも。だからね、こっち読んどきゃいいじゃねえかって思ったのと、それはみんな読むわって思ったよね、夏目漱石。今でもさ、夏になると読書感想文それは書くわって思いました。だって猫がさ、あの人間バカだなって思って、生阿弥陀仏って書いてるような人ですよ。で学校の先生が田舎行って、気に食わねえってボカってさ、先輩の教師ぶん殴って、ああすっきりしたですよ。そら読むよみんな、それ千冊にもなるしね。だからね、まあ、結論としてはですね、とてもまとめられないんですけどもね、やっぱみんなこう、あ、わかるっていう瞬間あると思うんですよ。僕だって神奈川住んでるけど、最初東京行って下北程度だってね、最初は、はすごいおしゃれな、だだだだインベーダーの人ばっかりだって思ってたわけですよ。それが今下北行った時がさ、モテ気取りやがってよけってこう思ってるわけじゃないですか。このなんつうんだろう、三四郎くんのこの成長ってものが描かれててすごくいいですよね。まあ成長という名の変化ですけどもね、それがいいのか悪いのかよくわからないけど、成長っていうとなんかバイト先のサブリーダーみたいなやつが、丹波さんマジ成長しましたよねみたいな、ルーキーズじゃねえんだからよ人生はってこう言いたくなるような感じではあるけどさ、だからね、とっても良かったですね、その変化っていうものが描かれてて。だからこの辺がさ、田崎作ると何ですか、色彩のない僕たちはどこへ迷い込むのかっていう、そういう小説がありますけど、今売れてる小説が、あれだとさ、成長とか変化ってものは一切なくてさ、最後まで繊細さ抱えて新宿駅でうろつければいいんだね、最後まで友達なんかいなくてもいい、孤独がいいんだ、いやそれは孤独が良きゃいいけども、でもそこに寂しいと感じてしまうんだっていう、ずっと堂々巡りをやっていこうっていう話なわけじゃないですか。そういうのに比べたらやっぱりこういう風にね、さカラッと爽やかに失恋も描くと、最後まで喋っちゃったけどそういう魅力があるんだねやっぱり、うん、だから本当に夏の一冊としてこれおすすめですんでね、皆さんぜひぜひ読んでみてください。はい、というわけで今日の3冊目は夏目漱石で三四郎でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。